ギリシャのテレビ番組 MC が人気系ポップアイドルをディスり、物議を醸している。最近、放送人カテリナはギリシャのテレビ番組ユティックスイートで、米国の映画評論サイト TC キャンドラーが発表した2018世界で最もハンサムな顔100人を紹介した。その中で彼女は防弾少年団 V23 5位、ユーン・クック21、2位、ウォナ・ワンカン・ダニエル22、11位、X セフン24、15位に対して無礼な発言を行った。カテリナは V、ユーン・クック、カン・ダニエルの髪の色とメイクを非難しながら、女性のように見えると述べ、セフンについては順位がもったいないと皮肉った。これとともに彼らがアジア人であるとし、韓国人男性は細工だと容姿を卑下した。こうした人種差別発言に彼らのファンたちは抗議を続け、物議が大きくなるとカテリナは SNS を通して謝罪文を掲載した。カテリナは侮辱的だと感じた方々にお詫びする。K、ポップアイドルの芸術性やアーティスティックな部分を知らなかった。彼らのアーティスティックな面を扱う特集を放送しようと思う。人間の尊重は疑う余地ない私の人生の原則だ。ただ、防弾少年団について知らなかった。私への非難や批判は全て受け入れる。だが彼らも自分たちの名前でこうした騒動が起こることは願わないだろうと吐露した。カテリナは防弾少年団の音源映像も掲載したが、ファンたちは謝罪に真正性がないとして抗議を続けている。